はい、戻ってきました。毎度毎度注意事項から入らせていただきます。ルルルルー。今日ずっとこれでいくの。こちらですね、はい、再生リスト一つを楽しんでもらうコンテンツとなっています。この動画は単体で開いてしまったよという方がいらっしゃいましたら、説明欄の方に URL がございますので、そちらから再生リスト丸々1本分お楽しみください、はい、ということで今日はけで、はい、あ、もう思いっきり飴舐めましたね今。マスカット出ちゃいましたね。あ、マスカット出ちゃいました、うん、これ今の注意事項はあのコールサインみたいなもんですからね、うん、この間ボケらんないからずっと我々黙ってるしかないってね。そうなんですよ。そうなるとやることないから飴舐めるかって、そういうことですね。な、飴舐めるほどの時間は与えてないと思う。前回もね、私はあの、はい、注意事項の時間の間にあのお得用チョコバーを、はい、バーもうむしゃむしゃ食べてましたからね。30本入りを、はい、うん、これは私の一つのアイデンティティとして。注意時間に何か食ってたら小林だなって。むしゃむしゃ言ってんなっつったら、うん、あ、また佳代子でしょだわみたいな思ってもらえば。ということで帰ってきました。はい、ね、やっぱり盛り上がりますね。うん、どれぐらい前の曲これって、いつだろうね。一昨年3年もっと前かな。そんな新しかった？なんか本当にもっと古いイメージだった。やっぱり有名ですね、うん、知ってた知ってた知ってた。友達がねカラオケでやたら歌うからね。あ、そう、よく歌うんだ。4年前ですよね。4年前。ああ、でもなんか、うん、意外と最近だったかも、うん、え、でも高校生の時ギリー、そうだね、うん、14年10年だって15年卒業だからね、うん、なるほどね。この曲がね、よくハマスタでかかってたんですよ。へえ。なぜ、何誰かの入場、試合始まる前とかで、うん、BGM みたいな感じでずっと流れて、ずーっと1年間聴いてたこの曲を。シャーペンダースずっと歌って、ずっと流れてるんだ。きつい、ずっと流れてたね。あとWhat do you mean? あー、ジャスティン・ビーバー。あれも今、去年1年間ずっとかかってても、もういいって思いながら聞いてた。あれさ、いいよね、英語って。何が ?What do you mean? ってさ、どういう意味って、何て言ってんのって言ってるでしょ。あれ、日本語で歌ったらダサいもんね。ダサいよね。英語で言ったらかっこいいよね。なんてことって聞こえてない。なんつってんのみたいなもんでしょ。ダサい。そういうことでしょ。でもそう考えたらね、英語のこの英語の人でもそうやって聞こえてんのかな、うん、いや、もう可能性はあるよね。そうだよね。ダッサッと思ってるかもしんないし。うん、大丈夫だよね、うん。なんていう意味って言ったでしょ。そのつながりでさ、はいはい、ペンパイラポンアポーペンがさ、ヒコ太郎がすごい海外で流行ったじゃない。流行りましたね、うん。すごいみんな爆笑してるじゃない。うん、で、あれ、確かにまあ、語感はね、うん、いい感じかなと思ったんだけど、そんなに爆笑することなのかなと思ってた。確かにね。うん。でもどうやら日本アメリカ人がさ、こうたどたどしい日本語でさ、うん、寿司すき焼きとか適当に言ってたら、あ、日本人何言ってんだみたいなことで、ああ、もう日本人は盛り上がると、うん、笑うんじゃないかっていう考察が出てて、ああ、なるほどなって。なるほどね。うん、うん、確かに確かに。もう知ってる単語ただ単に繋げてたのが惜しいんだろうなって。で、ジャスティン・ビーバー並みの有名人が日本の人がね拡散すれば、うん、そうそう、誰だ。うわ、なんだこれすげえな。ヨシキとか。ヨシキ出るね、よく。ヨシキとかガクとかこう引用リツイートでこれは面白いって言ったら日本でも流行る、うん、そういうことだよね。じゃあぜひこのラジオも引用リツイートつけていただいて、ね、そうだね。誰がつけてくれるんだというね。ね、そうだね。ガクトとかじゃないですかね。違うか。もしガクトが引用リツイートとかさ、リツイートしてくれるんだったらさ、うん、正直ガクトのコメントが気になるよね。そうだね。なんていう評価で。そうだね。格付けされちゃうよ。格付けされちゃうね。そうだよ、10段階評価でお願いしますとか言って。恐れ多いよ、そんな。微妙なところに行きそうだ、ね。確かに。恐れ多い、本当に。まあ、ないけどね、そんなことは。まあ、ないですね、絶対に。ないですね。そういえば、はいはい、新年の、うん、どの頃の、ああ、ね、僕は言ったけども。私言ってないです。はい。なんで、見る番組だっけ、うん、英語禁止のなんとかって、結構新年やったりするじゃない。英語禁止。英語禁止ボーリング、うん。うん。で、今多分やってないけど、タモリさんとかやつね、英語禁止のゴルフが最初は元だったらしくて、さんまさん、たけしさんのやつね、うん、
やってたやってた。パーって言ったらこれ英語だからチーンって鳴らされる、ね、確かに確かに。ああいう英語禁止系、うん、あれちょっと面白そうだから、うん、自分たちでもやってみたいなと思うね。なんかたまにさ、うん、でも YouTuber とかでもいるじゃん、やってる人。全然いる。なんかたまにガバガバの人たちなんかもう擬音語でアウトみたいなさ、なんかカタカナだからアウトみたいな、はいはいはい、英語禁止ね。例えばワンピースとかダメなの？ダメだろうね。でも和製英語でワンとピースってダメだろうね、うん、単語レベルでダメだと思う。なるほどね、うん、和製英語はダメなの。確かに。確かナポリタン、ナポリタン大丈夫なんじゃないかな。あ、そうなの。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ナポリタンは日本語。あれは何なの？和製。ナポリタンは英語でも何でもないでしょ。日本語。うん、何でもない。日本語。ナポリ、いわゆるナポリみたいな。そうそう。いわゆる日本語みたいな。日本語か。うん。漢字で書けるナポリタン。カタカナで書いて。カタカナか。漢字で書けたら日本語みたいなところないですか。そうか。なるほどね。ちょっとやってみたいね。確かに面白そうだね。うん、ただあれを反転する人がちょっと大変だけどね。うん、確かに。ちょっと大変だよね。てんてんてん。ディリーン。アウトとはならない。それは別だね。いちいちやってたらキリないから。楽しそうだよね。反転が本当に難しそう。うん。だってね、カステラとか言って。英語だ。いや、英語じゃないとか。なんか確かに。確かに。なかなか難しいね。いや、ポルトガル語だよ。とかそんな、みたいなさ。じゃあもう日本語以外は禁止しばりじゃん。外来語禁止。外国語。外来語禁止みたいなね。それが一番しっくりくるかもしれない、ね。確かに。うん。確かに。めんどくさいね。だから英語ってくくるとね。うん。中国語ならいいのかな。中国語なら OK みたいになっちゃうね。それヘリックスみたいなね、なりますから。確かに。でもまあ、海洋講座でやる機会はないだろうね。そうだね、うん。やりたいって言ってるだけで。うん。俺はみんなで海外に行って、こう、なんかコミュニケーションを取る場を設けてもらいたい。コミュニケーションを取る場、ボディーランゲージとかそういうことだよね。あのファーストフード店で注文してくるみたいな。こちらはどれだけ海外で通用するのかみたいな。特にイノちゃんのを見てみたい。みたいね。初めてのお使いみたいな。イノちゃんがハンバーガーを頼むみたいな。すごい個人的に見たい。でも、英語喋れないの？いや、彼、海外に旅行に行ったことあるから。そうだよね。もちろん行けるじゃん。多分ね、そんな面白いことにならないと思う。マジで？普通に変えちゃうみたいな。うん、頭いい、うん、とこ行ってますからね。毎回同じ大学の子に海洋オーディションのメンバー見せると、うん、3人の大学言ってほってなるっていう。俺は別にそうだね。なるでしょう。なるでしょうね。効率でしょ。うん。もうね、効率なんて言ったらほとんど言ってるようなもんだもんね。そうか。うん。まあまあ効率ですけど。効率3人大学でしょ。なかなかいないじゃん。ねえ。うん、効率で効率で言っちゃうとね、もう3つの人がギュッてなっちゃうからね、もう3つぐらいみたいな。特定してるわけじゃないからね。もうでもふわっと伝えた。関東圏で効率ってなったらもうめちゃくちゃもうギュッてなるよね。凝縮あそこかあそこかなみたいになっちゃうもんね。確かに。国公立大ちょっと広げてこう。国公立大ちょっとふわっと広げて、大学 4年生大学がいいことって4年生大学っていうかみんな頭いい。4年生はね。それであの2年生の人にやるんだよ。あ、そう、失礼ですね。失礼ですよ。あれはあの専門技術、確かにもうパーフェクトな。確かに確かに。結構ギュギュに詰まってるよね、2年生の人って。たまに詰まってるよ。半端じゃないね。全休とかないよね、多分ね。高校並みに学校行くらしいよ。きついよね。めっちゃきついよ。結構身の回りに看護系とか、あと歯科助手とかの専門学校2年の人いるんだけど、すっごい忙しそうだね。ねえ。うん。だってバイトしてる暇とかないっしょ。だってでもまあ社会出たら毎日やるからね。って考えるとどっちがいいのかね。だって大学生でさ、週1とか週2でさ、じゃあいざ来年から、はい、毎週5日来てくださいって言われて。ってなるよね。なるほど。でもその週1、週2で行けるのも、みたいなところはあるしね。だからまあそこ自分の組次第だけど、確かに。うん、毎日行こうと思えば行けるしね、大学なんて。そこら辺責任を持たせられるのが大学なんじゃない？確かに。そこら辺でポワーンってやれば、俺みたいにギリギリまで単位に
やばい、単位やばいってなるし、やっぱね、自己管理能力がね、身につくと。ちゃんと計画的にやってれば、もう今更授業なんて取らずに、そういうことですよ。もう卒検だけで、みたいになれるわけだよ。そういうことですよ。俺以外のものみたいな。そういうことですよ。自分はね、ちょっと、うまくいってない。こういう社会勉強だよ。こういう社会勉強。確かに。そういうのが身につく。それが大学。ね。はい。単位は取った方がいい。入るんだったら取った方がいい、取った方がいい、絶対先に先にですよ。もう4年で必修が残ってますとかだったらもう仕方ないけど、ぶっちゃけそういうのがないならもう絶対3年のうちに終わらせておくべきだねって俺は1年前の俺に言いたい、うん、それ4年生遊べるからとかでもなく、うん、単純に危ないから単純にやめといた方がいいよって思う、うん、もう4年生結構やることたくさんあるよっていう、うん、遊ぶ以外にもね、夏休みとか一瞬で解けるよみたいな、うん、意外とこう4年生になってみて分かったけど、思ってたよりこう自分の時間ばっかりっていうのはここ最近やっとなってきたかなぐらいで、やっぱりこう就活とかでね、自分の進路を決定どうするかっていうのでやってると時間はもうカツカツというかないよね。確かに、ね、結構時間取られるよね。そのために3年までで9割方終わらせておけば取っとけよと、うん、就活とかもなんか、あと本当にね、卒業研究全員だけで、プラスまああっても一コマ、そうだね、ぐらい。マジやべえな、単位足りるのかな。あの本気のやべえなをラジオで出すのやめて。本気でやべえわこれ。いやどうしようかなってやめてくれよ。まあ大丈夫ですよ。大丈夫じゃない。私 の, あの好きな中井戸チャボレイチというアーティストも言ってますから、あのああどうにもならないことなんて何もなかったんだって歌の中で言ってますから。、はい、すごいガルシアの風っていうね、すごいいい曲ですから、はいはい、今回紹介するわけじゃないけどね、いい曲だから聞いてる。この曲紹介とかに映ったらめちゃめちゃ美しかった、ね、確かにいい振りだったね。違うんだな、ね、うん、本当はね、そこの流れだったらそのままそれを紹介するべきなんだろうけど、台本かのように、打ち合わせでもしてたんですか、うん、のように。波の美しさだ、確かに。そうではないですね。そうではない、はい、らしいです。何分撮りました。12分。もう早いですね。なんかパパって言っちゃう ね言っちゃいますね。これ本当合ってる時計。合ってるはずだよ。2倍速、実は何分かね、2倍速とかなってない。割り増しされてるってことないかな。すごいな、こんなにすぐ行くもんなんだね。行くもんだね。サラサラサッと適当に喋って12分。適当に喋って楽しいコンテンツだよ。なんかね、さっき収録してたじゃん、その開放放でしょ、はい、なんか言いてえなって思って、うん、そうだ、ラジオの時言おうって思って、うん、で忘れた。忘れてるんだよね。あるあるだ。あるあるだ。さっきまでの自分はよく覚えてるんだけどね。そう、あ、さっきさ、一瞬休憩してる時にあの歴史、あ、歴史流しましたね。歴史ね、うん、で、この前そのバイトの、はい、事務所で作業してて、うん、で、バイトの人と、まあ、2人でやってて、なんか音楽かけたくないみたいな。なんか無音なのもあれだし、うん、BGM 欲しいね。で、J ロック、ジャパニーズロックの、はい、なんかプレイリストがあるの俺、うん、もうなんかごっちゃになった。もうアジカン、カナルーン、ワンオクダーモン、ラットダッグ、ごちゃーってなったプレイリストがあるから、そこをもうミックスで流したね。そしたら、その社長さんと帰ってきちゃって、なんか結構重要な話があるっぽい感じで帰ってきて、で机開けて話し始めて、で俺止めたの、うん、曲をなんか重要そうだったから、うん、そしたら話し始めて数分後に、ちょっと無音嫌だから曲かけて、あ、わかりましたって、そのまままた再生をこう始めたね。そしたら多分3曲目ぐらいに歴史の縄文土器流れちゃった。よりによって、はあ、コントじゃん。で、曲のさ、メロディーはさ、うん、もうかっこいいっていうかおしゃれっていうか、うん、歴史の曲っていいじゃん、うん、もうちゃんとしてるじゃん。メロディアスだったりね、さ、イントロ始まってさ、しばらく聴いてなかったから俺も、うん、あれ、なんかこんなおしゃれな J-ROCK のプレイリストにあったっけなと思ってさ、うん、サビ始まったら縄文土器うわ、やっちまったみたいな。
チが好き横にいながら、うわこれできたみたいな、うわやべーみたいな横目でその話してる人見ながら、うん、うわやっちゃった聞いてるかな聞いてるよなみたいなあれは結構焦ったいやいやマジで焦った。いいじゃない。じゃあ会議室ではね、どっちも同期って流れながらマジで焦ったよ早く次の曲行けって思ったあれ結構長いんだよ5、6分たっぷりあるからいいじゃない別にね。ずっと縄文の時弥生の時ずっと言ってるからさ焦ったわあれは本当に。でもその会議室にね流れたからって自分でお願いしたから怒りはしないけどさ流しとけって言うから流したわけで、ずっと縄文土器やる時言われてたらまあ話は進まないよね何を流してるんだクリアラってなるよね。さすがにやっぱさなんか場に合わせた曲流すよみたいな感じになるよね。もうあれしくじった普通にしくじったということで、じゃあ次は歴史の縄文土器行きません。行きませんか。あ、違うんですか。違うんですか。はい、次はあの今週の一曲来ましたとなっています。はい、ああかいじゃない。違う違う。まあ、今週の一曲っていうのは私チェストナッツがこの今週1週間で見つけた曲を、はいはい、まあ、ここでさらけ出すというまあものなんですけれども、この1週間で出てきた新着とかっていうわけではなくて、ただ単に自分が1週間で見つけた曲、はい、とてもめっちゃ昔の曲でも、はい、ここ1週間で見つければ今週の曲になりうるという、はい、そういうことですね。まあ、そういう企画になってます、はい、でこの今日の今週のって変だね、まあ、今日選んだ今週の1曲っていうのがショーモアさんの、うん、のサーカスっていう曲なんですけど、はいはい、これは邦楽洋楽？邦楽です。邦楽？邦楽です。邦楽の洋じゃないんだ。洋じゃないんです。日本の曲。はい、なるほど。固まんないです、まあ。とりあえず聞いてみてください。はい。はい、では、はい、ショーモアさんでサーカスです。どうぞ。行きましょう。